室町幕府と宗教を通うことで、室町幕府の宗教関係いうたら、禅、ま、宗、あ、がやっぱり圧倒的にイメージとしては禅宗なんですけど、室町幕府、宗教とは禅宗なんですけども、実は真言宗、それともものすごく深い関係があるということで、今回はその代表的人物である三宝院万歳と真言宗第五次、三宝院門跡の三宝院万歳、それから室町幕府の禅宗の大事な。 重要人人物や武組織この2人の像を出ししておきました。前回引き続き室町殿時代と安定期室町幕府研究の最前線しばらくこの室町幕府研究の最,あの最前線シリーズといくつか他に室町幕府の最新研究とのをちょっとあのしばらく見ていきたいなというふうには思っております。あの今年あの、実は、 室町幕府に関する本を一冊書くことになっておりまして、それの勉強センターなので、今回は室町幕府と宗教ということで、まず真言宗の方ですね、幕府と武家祈祷ということになります。生駒哲郎さんの、生駒哲郎さんはあですね、あの日本史資料研究会という名あ,のあれでも活躍しております。 研究所とかを出版する、そういう慣習だそういうことをやる一方で、室町の身体ご自になる門跡人とご自僧とものを担当しておれる。は、ま、じ、あ、めにですけども、国家安納家事き等する密教僧という副題がついてますけども、この密教僧、神言ですね、この三門神言というふうに言われている、そういうものがあると。三門というのは遠略寺三門御成寺,寺寺門 それから、糖蜜。この3つが三問。と。糖蜜というのは、仁和寺、醍醐寺の僧が当時で祈祷することから、糖蜜というふうにまあ言われているとそうとですね。大密と糖蜜と言われますけれども、これが大密で、こちらが糖蜜ですけれども、糖蜜というのは、まあ、当時で、えー、祈祷すると。仁和寺、醍醐寺か。だから、糖蜜といっても、大体仁和寺なり醍醐寺であるということですね。まああの,当時というのは まあ前もちょ,っとちょっとやりましたけども、仁和寺、あるいは醍醐寺、こういった僧があの当時長女を務めています。足利尊氏と密教ですけども、まあ、三法院研修のほかに、一条の長女、三門、それから実創院臓器、有名なのはこの三法院研修なんですけども、ほかに一条院の長女、それから実創院の、えー、臓器、に次いで3番目なんですよね。3番目通過 密教の中のランクでは実は実末席になるとでこれなんで三本賢秀みたいに高氏と仲のいいやつが末席なのかいうたら老司これ老司っつうんですけどもこの老司つまり年数ですねこの年数がまだ若いつまり賢秀っつうのはまだあの新参者であって先輩方の方がやっぱりこう上にランクが上に行ってしまうと。 いう側面があったんですねこれが大きく変わっていくのが後なんですね。三方院の五時世の統括は実現と。あの三方院の研修のツーは当初は末席だったと。ところがまあ当然ずるずるとこうやっていくうちに上がっていきますけども武家祈祷がまあ変化していくわけですね。その武家祈祷の変化大きな変化は足利の秘密の時にあって、 1379年、参宝飲酒の控除。こいつが武家御実相管令に、まあ、任せられたとで。この武家御実相管理に任ぜられたことで、要するにまあ武家御実相全体を統括する役職に参宝院控除がついたことで、老児によらない参宝院によるご実相の統括と。要するにさあの、それまでは老児、つまり年数、先輩後輩の関係で、 統括は行われたんですけども、義満の時代に、とりあえず老人に関係なく三方院が偉いんだというそういうシステムが出来上がると。で、さらに、この五段法の三門ごとに担当層は固定すると。三門、呪門等密からそれぞれ担当者は固定されていき、中段についてはこの呪文が行うということですね。もう一つ武家祈祷体制として、この三方による五実尊統括。 もう一つは、呪号に宣言されたご時相ということで、吉本地域にはご時相は三文神言から出されていると。吉満時代のこの北山大での祈祷の縮小も行われていてですね。その分、室町殿のご時相が充実していくと。ご時相にも呪号宣言とれて、ご時相の事実のものすごく上がっていくということが言われています。 いわゆる総と順号と言われるものであって、盆算で呪号になるという。まあ、呪号というのは、最初は摂関家とかそういう連中やったんですけどね、後進、例えば北畠茂房なんかが呪号になってる。吉本の頃から総と呪号という形で、まあ、室町殿のご時相が呪号になると。満載も吉本の頃に呪号になってるというふうに生駒さんが書いてありますけども、まあ実際調べてみると、これあの、義範。 というのは、大江35年1月18日に義本が死んで、で、大江35年4月20日に萬斎が受講宣言になってるんで、まあ実際には足利義の,の時なんですけども、この義本の時にこの相当受講というのが始まったのは事実です。萬斎の場合は、おそらくこれ、あの、岩谷明さん、それから本郷和人さんが書いておられるように、 吉則の、まあ、くじ引きの時の吉則のあれをう、えー、まく、あ、将軍代代わりのをうまくやった、その、まあ、功績として、えー、あれでしょうね。私はあの、えー、吉則の、えー、くじ引きについては、やらせではないという考えを持っております。吉光の出家した子息、あるいは摂関家、二条氏元の出家した子息、こういった人らが、いわゆる武家御一層になるわけですね。 で、門跡寺院に武家の士族が入室する。これが、まあ、義満以降の特徴なんですね。で、例えば、義満の子。だったら、仁和寺の法尊。大覚寺の義将。昇霊院。これは三門ですね。義炎。家井義将。これも三門ですね。この人は、まあ、あの、門跡ではないんですけども。仁和寺、え大覚寺、え少霊院、梶井と。こんな家の、 清水の子供たちは入っていると。この特徴としては、この仁和寺、お室ですね、あるいは大覚寺、この2つは、発信能の入室する寺であると。そこに武家の子息が入室したというのは、非常に大きな、室町幕府からしたら、ものすごく大きな達成点であると。まあ、かなり横髪破りであるということも言えるわけですね。 忍那寺と大覚だからまあよく言われるんですが議員があの最初から狙いつうよりはどあのこれ見る限りでは仁和寺大覚寺の方が乱高ですよねでさらにあのこれはあの立命館大学の太田総一郎教授も言ってはるんですけども大覚寺があの反室町幕府的だっついうのはこれはあの思い込みであるというふうに言ってありますね。 ここは立派な門跡議員である大覚寺党というイメージで、一方的に反幕府的だと、決めつけのおかしいと。で、かじや奨励院。こういう天台関係、天台出す出す,出す門跡ですけど、この家じ門跡、あるいは奨励院門跡というのは、基本的に保守のプラス摂関家の子息なんですね。でこれも、こちらも武家の子息は初めてであるということが言われています。 それから、恩情寺系寺院をほぼ二条下に一族であるということですね。例えば、満州院の道後、領順という人物。それから、えー、実装院の環境。この、室町の時代では、あの、公共となっています。あの、まあ、どう見てもこれ環境ですね。環境。それから、正五院の道位、万位。それから、実装院の増鎮。で、幸福実情院。 今今ちょっと見てみたら、多分これあのこの一条院っつうのはこっちだろうなというふうに私は思います。うん、え両源。ちなみにこの両源はどうも南朝の御松陰の宮家の王子みたいですね、この両源さんは。野、まあ、が一時もらっているように二条家に有志に入ってるということであって、まあ、二条一持の一族扱いとして一条院に入ってる。まあ、一条院の門跡ではないんですけど、一条院に入室いたのは事実です。 うん、これどうなう一乗位なのかなあの、そのは、両元一乗位というのるこれこ、この人どうなんだろうと、ちょっと悩んでますね。一乗位のは、この影響のなるやから、本当は、二乗位が入るわけじゃないんで、なんか、どこ、どうにかが、私は、あの一この一乗位なのか、それとも、あの、何か間違いあるのかです、ね、それはちょっと分からないです。あの、調べてみた感じではあれなんですまたちょっと後で見てみますね。後で、これちょっとまた出てきます、この両元さんは。で、調合院の同意は、 この上住院の領有から熊野三山兼業式を譲られる、これ以降、正護院が熊野三山の兼業を兼ねるならですね、これ見ても分かるように、この領有もそうですが、正護院、上住院、実装院、実上院、満州院、これ御成寺系というのは、だからこの興福寺のこの人は、 発想集から実はあんまり関係ないんですけども、御城寺系、満州院、実常院、正午院、実相院、常住院、こういう関係のところに二条氏本一族がずら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 入っているというふうになります。で、常住院はこの領位のあとは九条常則の子の尊敬が、尊敬が入出してますけども、この九条常則というのは二条道平の実施なんですね。ということは二条系に入っていると。御城寺系というのは二条氏本一族によって独占されていると。 いうことでまあ、基本的に摂関係言うても二条家っいうのが圧倒的にこういう関係では強いということは言えます。でこれ桃崎雄一郎さんはものすごく面白いと言ってて辛辣、まあ、というかあの二条家の家業は室町幕府への御祭りだと。これは言えて妙だなと思います。 三方位、さんも実は二条家の関係であるということが有名ですよね。万ん義満の勇姿ですが、万んの母親が日野成子に仕えてたことを縁にして、義満に気に入られて、義満の万の字を拝領。義満の勇姿として、義満、義持、義則の,の三代のご実相になったということですけども、同時に彼も二条家の所流の今光事家の出身であると。だからあれですよね。満位とか同位とよう一緒に行動してますよね、彼は。 満載十五日記を見る限りは常に満員とか同意とよくつるんでます。で、門跡陣を独占する義満、義,義元の義足なんですけども、まあ、例えばこの義満義元子足がついた門跡陣の前任者を見ますと、基本的に皇后院の王子なんですね。御皇后院ってものすごく王子が多くて、門跡をほぼこの御興奮の息子たちで独占しちゃ,しちゃったわけです。 ところが優、御縁友は王子を2人しか産まなかったんですね。で、1人は天皇にならざるを得なかったんで、もう1人は道長保身の・保守王として忍和寺の上場院に入ったのがやっとで、結局、この門跡とのは、権力者の子供の人数に左右されるということになります。で、これについて私も蘭仙天皇で書いたんですけども、御皇後院天皇はものすごくたくさんの王子を出して、門跡を大量に出せたんだけども、 ご縁友は一人だけと、五小松に立っては、誰一人出すことができなかったと。王子二人しかいなかったし、その二人のうちの一人は天皇でもう一人は皇太子だったんで、出せないと。こういう時に徴用されたのが大覚寺党なんですね。大覚寺党結構いろいろ、寿命院党に比べて、バラバラばたくさん分かれてましたが、御松院宮とか、光月の宮とか、いくつかの流派に分かれてたんで、あのそこから木寺の宮、それから常盤宮。 とりあえず有力なんで4つぐらいあったんで、まあ、ここから結構出るんですね。で、ある時、それも尽きてしもて、まあ、吉典がガンガン暴れたせいで、ガサ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 ガ入っていって、で、あの伏見の宮家に誰かおれへんというふうに、あの、吉典が打診があるという話があります。ところが、伏見の宮家であの、間の悪いことに、須田フには兄弟がいたんですが、もう,しもうすでに。 中人新濃は三人しか子供を産んでないと。で、一人はもう個人で、一人は菅田房新郎もう一人はもうすでに門跡に入ってると。ダ田房新濃は二人しか子供を産んでないと。え、一人はご飯の天皇になっちゃって、で、もう一人は伏見の宮家を継がなきゃならないから出せないと、えー。いうことで、北朝の場合は天皇を出さなきゃならん上に、宮家が少ないんですよね。天皇本家とそれから伏見の宮家しかないと。これはもう常に天皇本家と伏見の宮家しかないと。えー、北朝は。 難聴というのは4つぐらい分かれてあったんで、その辺から出せたんですが、その難聴が減っていくと、特大時期から出して非常に残念だという話があるんで、ここで生駒さんがおっしゃっておられるように、権力者の子どもの人数にかなり左右されると。ちなみに、あの人間関係を見ておきますと、こういうことになりますね。道合と良順と環境は、二条義元の息子、諸吉の息子であって、この3人は義元の有志になっています。 でこの同意と満意は吉本の実施であると。これが、えー、主な紋籍ですね。それから増賃、満歳、それからこういった人々が紋籍になっています。この二条家と今,工事今の工事家でかなり、えー、たくさん取ってると。で、下にちょっと書きましたけど一条院入室と書いた両言。この人は南朝中津重納 中津勝野家を親王の公とありまして、これが、あの、中津勝野家の出たのは、御正院宮家なんの、これなり親王なんで、で、この御正院宮っていうのはあるよね、三門系の御松院の日ご家に入ってたんで、御正院宮という名前がついてるんですね。これはあの正覚、あの正確大創上記という日記の円徳元年11月19日上に、甲府に書かれてます、両言については。 吉光の弟、足利三昭の出家した子息たち、まあ、吉光の息子たち、それから二次吉本の息子、あるいはその有志こういったものが出てきましたけども、三津明も子供たちをたくさん出していると。子息4人が三門新言入寺に入室。三津明の子供は4人いるんですが、4人とも入室してます。これはあれですよね、三津明通人物。まあ、ここではあまり詳しく書いてませんけども、この三津明通の吉光の。 弟、同母の弟で、義満に冷たくされた木野義子さんの面倒最後まで見たのはこの三光明です。で、この三光明、まあ、義満の支え役として、問題なごまで出世しましたが、まあ、唯一ですね、出家しなかった、一応官職に就いた足利家の親族の中で、唯一まと、あ、もに、 生きることができた人物ですね吉光もこの光明を非常に信頼してたし吉餅もこの光明を非常に信頼していたというふうに言われています光明は自分の子供たちは全部寺に入れて光明の子孫は断絶しています浄土寺寺弁それから実相院増賃三宝院義賢寺増院寺縁子息5人あもう1人いたんで、えー、先入寺に入ってます これは立種なんで、ここでは扱わないと。いうことで、4人が、えー、三門信号の寺院に入室しています。これらの前任者を見ますと、二条吉本関係、特に今の工事家関係者が多いですね。増鎮の後に増船が入っていると。で、満載の後に義権が入っていると。で、えー、小通の後に寺院、えー、が入っていると。いうことで、この 実相院、三法院、地蔵院に関しては、二条義元関係から足利光明の子どもたちに移っていると。こういったものを主導したのは、いずれも足利義持であるというふうに考えられています。地蔵院門主の紹介というのは、ショーツを受け入れています。この紹介というのは、古賀家の出身ですね。 僕は1113年に光明この次縁が入室したことで、商会から小通ではなく、商会から次縁という実は指定関係が作られていると。だから、前任者は小通ですけども、次縁の会社は商会になっています。この次縁が入室して、小通をまあ飛び越して、商会からあの直接不法を受けるという、そういう形を吉持が主導していると。これによって足掛けが、 門をかななり占拠するるうになっていると,いうことです、ね、まあこれは義満の子供が多かったんで義満は自分の子供たちをガーッと押し込めたし義持は子供は少なかったつが嫡男しかいなかったんで義和しかいなかったんで三昭の子供たちが門跡陣に入っていくということで実は男の子っついうのはいくらあっても足りないというのは事実なんですよね。 結局こう考えてみると、義満はたくさん産んだし、三ツ明もたくさん産んだけども、その下の世代が産まなかった、具体的には義持なんですけどね。まあ、義持は悪いんですけどねあの。あと非常に苦労するんだろうなというのが見えていきますね。足利将軍と歴代の、えー、第醐次三法院門跡を見ていきますと、この三法院と足利将軍の関係は、やっぱりこの高氏と日野家出身層の日野の謙春の出会い。 これが後に足利家と日野家の関係につながっていきますよね。足利家と日野家、相性悪いという見解もあったんですけども、足利家と日野家の、えー、相性は最悪じゃないかと。いや、意外と悪くないと私は思ったんですけどね。あの、日野家の出身の、ただ、意外と日野出身の母親が日野家ってうのは意外と少ないかな。 義和と義勝、義政、義久だけですね。あ、義胤か。義胤もそうですね。だから意外とちゃんとあの真ん中付近うまくいってたなと思いますけど、まあそれは置いといて、謙春との出会い始まってます。で、この辺ちょっとあのぐちゃぐちゃぐちゃしてますんで、こういうふうにか書かれてもぐちゃしますね。こういうふうに示しますと、八卓、ケチ脈譜。 野田区まくの小野流を見てますと、こういうふうになります。まあ、ここで生駒さんが言いたいのは、満歳から議権で、共歳、成人で切れちゃうよと。儀覚つうのは、この法王院賢人から不法を受けていると。どうすんだ、これと。いうことですね。なんで、こんなことになったと。 ここでは増えられてませんけども、満載というのは、賢治の時に分かれたこの上斎と実心の間の2つに分かれたこの法流を統一するのは満斎ですね。実斎とそれから流言、三法院の実斎とそれから法恩院の流言のこの双方から不法を受けているということで、まあ、満斎というのがただ単に人柄的に気に入らないだけではなくて、この2つの法流を統一するとか、この2つから 法力をきっちりと受けて完璧にこう学ぶというものすごい仏教者としての能力だったということも言われています。で、面白いのはここですね。これがあの金子先生のお好きな門官講師ですね。ここに五札が見ます。だからこちらはどちらかといったら大学寺統計の影響が強い。賢種のは寿命院統計にくっついているということも言われています。こういった話は 今回の室町の時代はあまり関係なくて、室町の時代では、この、実際、流言から万歳、義賢と来て、共歳、聖人。なんで、こうなったと。ここで消えちゃったと。あの、その後の三本院、議格については、法、王院、賢人から不法を受けなければならない。さあ、どうするんだという話ですね。ちなみに、この万歳、これは今光二元義吉光の英雄こちらは、あの、光明の子。 で、吉持の勇姿。で、京西。こいつは何なのか言ったら、一条兼吉の息子です。で、聖人っつうのは、の衛二次の子供です。だからまあ、あの、摂関家の人間。結局、光明の血統型やったら、今度はしゃあなから、摂関家。摂関家はそういう意味で強いですね。法王院賢人から義覚この義覚っつうのは、義久の弟にあたります。 足利さんの弟になりますそれから聖書これは九条正座の子になりますこういうふうに受け継がれていくと満斎義賢のおえはどこに行ったのかっ言ったら長賀という人間にどうも行ってるらしいということですねもともと第五次座数というのは大体この日野家の出身の層が多かったんですがこの義満萬コンビの時に変わって ランクが日野家という名家から摂関家を中心になっていくと。摂関家から出す,出すようになってくると。摂、え、関、ー、家で、えー、将軍の返境家で将軍の有志になる。これの、この中で、この満載それから京斎、聖人、それから聖書というのはこれあたんですね。義賢と義家はよしそれぞれ光彰、義政の子供であると。 ということですが、撤去完結がもうベターな選択であって、まあ、室町枠としては散歩音もできたら圧縮書けで抑えたかったのかなという気がしますけども。実はページ数多いんですけども、内容はぽろぽろと我と細かいです。今日採算何があったと要するにここで、あのあれだあの先ほどのあれで見ても分かりますが、 何があったのかと。教祭聖人で切れちゃうんですよね。何があったこの教祭聖人は並んで何があったと教祭通のは一条兼ねなことで吉成の勇士ですが、三方位になら,な,らなかったですね。なぜか言ったら、1149年、死の儀県に先立って死んでしもったと。亡くなったと。まあ、宣言したと。いうことで、教祭さん、かなり期待されたはずですよね。 吉則の京都、満載の祭から一時ずつ取ったわけであって、満載の伊八を継ぐというふうに言われています。ちなみに、今回の室戸時代はあまり関係ないですけど、義県というのは実は、満載十五日記では気ぃ使われてますけども、兼代記見る限りでは、なんかあんまり有能な人物ではないですね、義県さんはあの。はっきり言うと、義県さんはあんまり有能な人物ではない。 つマデノコジトギフサがボロクソにけなしてるから、ま、これは、あの、までのコジトギフサが口が悪いのか、それとも義権がボンクラなのか、それは分かりませんけども、現代記を見る限りでは、かなりのボンクラぶりが目につきますね、義権さんは。とりあえず、使えんやつというイメージです。追却された三方飲酒、成人。三方飲鳳脈がやばいよ、やばいよ、となんですね。成人は1149年、つまり、 あの教祭が亡くなった時に、その後を追って、その代わりに入室しています。だから、まあ、議権の出社です、ね。だから、先ほど教祭と聖人が並んでいるのはそこです。ところが、1六6 9年、不慮の追却だって、不慮ですから、図らずですから、不明、詳細不明なんだけども、思わず追却、追放されたと。だから、理由は不明です。で、議閣 吉,あの吉久の弟、吉政の息子で吉久の弟、生誕順で言ったら3番目あの、義格の母親は分かりません。長男と、それから次男の吉久は、あの長男生まれてすぐ亡くなってるんで、まあ、長男と次男は日野富子の原ですが義格は誰か分かりません。彼は入院してただし3歳。で、14歳に得度したんですが、翌年十六16歳で亡くなったんですね。 で、彼の場合は、聖人から直接返しを受けず、で、1460年議権も死んでますしね、結局、三法院から受けた教祭と聖人というのは、結局、弟子に不法をすることはできなかったと。その結果、法王院、賢人を返しとせざるを得なかったと。これによって三法院の鉱脈が断絶してしまったんですね。これは大変だというようになる。 で聖人追却時にあの放流を長賀に預け申すというふうな記述があるんですね。つまり、聖人が追放された時に、この聖人の放流の基地脈を実は受け継いだのは長賀であると。ところが、この長賀というのは出自が不明なんですね。長賀通人物に関してはっきり出てくるのはこの聖書これ彼は九条松辰の子で、足利義島さんの有志になっています。 1770年に入室して、彼も賢人から死死証書を受けてますけども、1190年、長河から両部勘定を受講し、三方院の鉱脈を継いでます。結局、聖人から長河を経て、聖書で復活したわけです。ところがこの、なぜ長河がじゃ歴代の三方院にならないのか言うたら、羊が不明であると。当時の三方院の記録はこう書いてあります。当時 平民の書類であるとだから一応長が通人物は第五次のトップには立ったんだけども歴代には入れられていないとやっぱりこれは羊が問題だったんだろうとこの平民というのはあの、まあ、現在の言う平民というよりは羊がふさわしくないその場にふさわしくないという意味の平民ですね でこの長がという人物に関して断片的な記録があるのは、満載の元に出資して、満載にかなり気に入られてたらしい。満載の開始で、満載が開始となって得度を受けていると。議権から受報をしているんで、長がという人物は能力的には非常にあったらしい。ただ、えー、彼の場合、家柄。やっぱりこの仏教通のやっぱり家柄なんですね。あの当時の仏教,仏教にも家柄が関係してくる。 この五八大儀というこの、えー、記録になぜ長がわざわざこうもこうもけたのかということですね。これ、平民、つまり身分がその場にふさわしくない人間だっても、三方院の放流が重視されているということです。この三方院というのが非常に混乱しており、三方院内の放流の継承問題が起きていたことがうかがえると。だから非常に混乱していると。 1469年に追却されたということですから、やっぱり応仁の乱とかの絡みがあるのかなという気がしますね。それ以外の著文籍寺院で活躍するご時相ですけども、光明の3人の子供たち、先ほど見ました寺園さんですね、どういうふうに活躍するのか、後に議会と改名しています。吉典の名前を受けてますね、商会の名前を取って、 議会と、吉則と紹介から一時つもらって議会と名前を変えてます。吉持吉則のご実装を務めてます。実装院の造船。後に義運と解明してます。造船というのはあれですね、三沢家から一時もらってですね。浄土寺寺弁は吉本吉則のご実装を受けてやってますけども、名前は変わってません、彼の場合は。他にこういう人物もいます。 ただ冬の子孫である富有児の子にの実相院義名を募ってこの義名。ただ冬の子孫,子孫もまあ投入されていると。それから当時の義春。彼も富有児の子ですね。だからただ冬の子孫もまあ投入されていると。あのちなみにこの義名と義春は吉則から返球を受けてます。で、吉野寺ですから、まあ、あの、期待が高そうですね。 ほ、えー、まに、あ、ご自相として、えー、三門の象徴院次元、一条常次の子です。吉持の勇士となって、吉持の、えー、ご自相を務めています。自門円満院、教女、笠野井と、この室町の時代を呼んでます、笠野井あの。火山院、これ読み難しいですよね。火山院、笠野井。 私もこれ悩んだんですけども、ラあの、ランスの天皇でも悩んだんですけども、まあ、これは現在の火山院刑が現在、火山院刑が現在火山院と載ってるんで、これは火山院を重視しましたけども、多分これも重いというものは正しいと思います。過重字ははっきり、あの、漢寿児というふうに、ふざふざが振りがなつけてたんで、ああ、これはふざふざの読みを重視しようとして、現在の読み方よりも漢寿児の重視しま重いは、まあ、あの、火山院しましたけども、重い。 だから、この場合は、重のいですね。重のい持ちたの子。え、よしのりの勇士で、よしのりのご実相であると。それから、三門、妙法院の教学。徳大寺実盛の子。よしのりの勇士彼ですね、多分あの、南朝の王子を一人処刑したら、人数足らんようになったと。どうないかならんかって言って、伏見の三宅に言いに行ったら、いや、伏見のわけもおれへんよって聞く、岐阜徳大寺実盛がついたと。いうのは、多分この辺かなと思います。それから、円満院いん、えー、清 一条ネラの子で吉政の勇姿ですね。名前が聖というので、あれですね。称号院議官や浄土寺議人。彼ら2人は吉典の子供です。それから実情院環境。彼が法隆秘書、奨励院議員に伝えているということも書いてあります。私ちょっと調べてみたんですが、この議員というのは、ね、天台始まって以来の秀才というふうに書いてあるというふうに、まあ、言われていて、本郷先生も、 義というのは非常に理髪で知られていたとだからふさわしいと思ったんでやらせしたんだろうというふうに書いてあるんですけども当時の議員に関する資料は私実は片っ端から調べてみたんですよねあの研究もほとんどないんですがあの金沢学院大学の先生でやったある人がいて名前ちょっと度忘れしたんですけどもあの論文は全部一応あのコピーして押さえてきましたけどもそれを見る限りでも議員が 天台始まって以来の秀才っつうものの書類を見てると90年代に2人の天魔王という本を書いている作家の方はいらっしゃいまして要するに信長と義則がを比べたというそういう本なんですがそこに「天台始まって以来の」と書いてあるのがまあこれツイッターで情報提供を受けたのかなで調べてみたらどうもその辺りが一番古そうだなと。 例えば、岩谷明さんの本にはないんですよ。義則が天で始まったえらの秀才というあの記述はないんですよ。ということは、その辺たりがあれガなのかなというふうに思っていまして、でその方の論拠が、この環境が他の門をすっ飛ばして義援に与え、議員にこの法流秘書を伝えたと。これは議員をものすごい勝てたからだと。天で始まったえらの秀才に言われたにふさわしいと。 言うんですけどもあいや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 環境さんあ,のあれだろうと別にあの義援の頭の良さじゃなくて義援にあるパワーとつうのは何かやったら義満の息子であるというそっちだろうということなんでこれは私はこの問題については義援が天台開拓、えー、以来の秀才であるという風な評価については慎重でありたいなというふうに考えてます。 多分、この、あの、この実造に環境が放流秘書を伝えた話から、おそらく、あの、吉則が天台始まって以来の、まあ、吉則が頭が切れたというのは、あの、桜井さんの解説でもあるんですけども、それは事実なんですよね。ものすごい頭が切れるのは事実です。ただ、あの、天台開白以来の天才というふうに言われたかどうかは、非常に疑問である通過。その、 論拠はこれではちょっと厳しいもんあるなと思いました。先ほどちょっと言いかけたけど、まず、門跡寺院に権力者の息子が、子息が安定に入籍できるかどうかは子供のニーズに左右されると。この辺、乱スの天皇でも触れているんですけども、南部さんの本でも一応、うちの本、一応あれされてるんだから、いや、あの、寿命院等の 不足話、一応それなりに私は考えてったんだけどな <laughs> 触れてほしいなと思ってますそれからこちら最近注目されてますねここでもあの私がパッと思いつくのは谷口雄太さんの武家の足利氏などそっちの方なんですけどもまああのそれ以前から積み重ねている研究ですね室町の機種生 従来の研究では天皇家、摂関家が持っていた権力に将軍家はゴリゴリと、この門跡があの急速に足利に変わっていくということについては、天皇家、摂関家のこの利権とか権益いつもの将軍家はゴリゴリ削りに来ていると。さらに武家、あの室町幕府が陣を統制するために御領師に押し込んでいるというふうに捉えられてきたと。 も近年ではそういう問題じゃなくて、天皇家、摂関家では補填できない部分が将軍家にはある。生駒さんはっきり述べてないんですけども、まあはっきり言うと金目でしょうね。天皇、摂関家で補填できないことは、私は金以外ないな。金、金だなと。なんせ武力持ってますから、確実に税金を取れるということで、金目ですよね。将軍家に期待されてるのはおそらく金です。 朝廷、武家、自社の協力体制で門跡についても検討する必要あるんじゃないかって言うんですけども、この武家自社の協力関係通の関西人は検問体制ということですね。最近、こういう研究でものすごい注目されている富田正宏氏の公部統一政権論。 の話をするときには本当は検問体制論をやらないと多分本当は話をおかしないですよね。あの富田さんは間違いなくこれ黒田敏夫の検問体制論をしっかりと念頭に置いてやってるんですが、それ以降の室町幕府の研究においてこの検問体制論があんまり振られるんですね。これなんでか言ったら私の考えなんですが、永原刑事が黒田敏夫の検問体制論について鎌倉時代についてまでは あるるる程度頷けるとと、賛成できると検問体制論について、もともと、長が刑事は検問体制論を厳しく批判してきたんですけども、長が刑事は検問体制論については、それなりに納得できると、あの鎌倉時代については、陰性から鎌倉にかけた、室町についてはだめだと言うんですけど、逆なんですよね、私の考えでは、室町時代ってまさに検問体制そのものじゃないかと、まさしく検問体制そのものじゃないかと、朝廷、武家、自社の協力体制が見事に進んでいるじゃないかと。 東国西国国家論の人間も、検問体制論を、ここは受けないといけないんじゃないかとかね。あの、富田さんの話を受けるんだったら、検問体制論の話、触れないな。実はあんまり、あの、えー、あれだなと思って。で、もう一つ、これは、これ言っちゃっていいかなちょっと過激な発言なんですが、あの、 リトマス氏として私はあのあげあ考えてるのは黒田敏夫の検問体制論は平泉清のパクリであるって言うてる人は信用できんだと。<laughs> あれはダメですよ。あれに引っかかる人はあリテラシーないなとか多分黒田敏夫ちゃんと読んでないんだろうなと思ってます。結局黒田敏夫ってあのものすごいゴリゴリの共産党なんですよねあの人。関西で有名な人なんですけどもゴリゴリの共産党なんですよ。 だから平泉の話を持っていくともうすいや、あれ多分、私は今谷さんの嫌がらせだなと思ってるんですけどね。黒田俊にそれぶつけたら、機嫌悪さに黙ってしまったというふうに書いてあるから、あれ多分今谷明さんの嫌がらせなんだろうなと思うので、まあ、それを真に受けちゃってるのはちょっと残念だなと思いますね。何人かあの真に受けちゃってるんですけど、これはちょっと残念だなと思います。あのちゃんとけんあの黒田俊をもう一度読み直しましょうと。 あの日本史研究でも細川良一さんが検問体制論は平泉のパクリだという話は嘘だとはっきり批判していますね。いやもう細川良一さんのおっしゃる通りなんですよ、これは。放流の継承という人任の根幹にもつながってくるというのは先ほど言ったようにあの結局権力闘争とかでこの放流の継承というのがうまくいかないことがあるということなんですね。成人から 義閣、長が聖書というふうにこうものすごく乱れた、そこのところ長がというあのワンポイントリリーフズがこ,のこれをうまく使って何とかつないだ、ギリギリでつないだというのは、この法流の,この権力、あの世俗の問題というものが非常に大きく関わってくる。こういういい法法と仏法と仏ますか 宗教と政治の現実がこう、激しくぶつかり合う、そういうシステムについては研究、する必要があるかなというふうに思っております。というわけで、ちょっとなくなりましたけども、前半部分ですね、終わりますすにとってなんで三宅少ないんで少いかむしろこれ、逆で、なんで大学児党はあんなけ宮家が多いんだという方があれかな、宮家多いと揉める可能性はありますからね。 吉光なんかは宮家を取り潰そうとしますしねあとそれかそっかあの寿命院島にはもう一つ三宅未遂として直人親王の子孫あれ何あの何宮家やったっけな名前で忘れした三宅が一応できたんですけども結局これはみんな明神寺に入ってあの明神寺に吸収されてますからあの三宅は一応多分北朝は作らせない。 できる限り取り潰したいっつうのがあれでしょうね寿命委員との方針なんですおそらく寿命委員ともしくは室町幕府のいやどう見てもあの後皇后天皇の流れってうのは弱いんです権威的に皇后が後皇后かなり嫌ってたっぽいしあの直人神皇の子孫それからあのあの守皇天皇の子孫つうのは逆に言うたら幕府および後皇后とにとってはものすごい あの脅威であると大学寺塔ってね、後醍醐よりも前の、後ダの辺りで分かれてますよね、三宅ってこう木寺の宮があっても、あのその木寺の宮の分家は、御飯の運転の時に一応、まあ、あの取り潰されてますけども、木寺の宮家があって、それから亀山の王子の常の宮家があって。事務要院塔はその時き、御伏見とか、皇后のところでは作らなかったんですか まあ花園の子孫が一応まあ残ってるかな。ただ、あれもなんか宮家として残そうという感じないからな。あの寿命院島は基本的にみんなあの門籍に入れていく方針ですよね、あれ。やっぱりあの分裂するの微妙に嫌がってる気がしますね。あ三宅作ると高等が分かれてしまうと。うんうん、それは分かりますね。 で次にその子供をを、ね、入室をさせるとこです、お寺に入れるときですけどね、はい、これ、お金が動く場合、実家側がお寺にお金払うんですか、それとも子供入れるからお寺からお金もらうんですか。通貨あるでしょうね、あの金というよりは、あの金目というのは、要するに足利家の関係者だったら、まあ、将軍家からの。 いろんんなコネが期待でできるんで例えば今まで比叡山の,あの,のお寺の税金を納めねえと言ってるやつらも室町将軍家が入ったんだったらあすいません <laughs> となるというそういうあれです将軍家の子供を門跡に迎えるといろいろいいことがあるとそ<う>例えば天皇家将軍家摂関家 その他の貴族、区家、どこが一番いいんですか大寺側か見て一番受け入れたいのはやっぱり天皇家なんですかやっぱり天皇家なんちゃうかなと思うんですけどもあの例えばすぐに金が欲しい場合下手したらここは室町殿で行こうかとか <laughs> ななるかもしれないし例えば、あのあれですよね、あのえー、少年院門跡に今まで摂関家とか天皇家からしか入らなかったのが、吉光の息子が入ったっていうのは、あの少年院からしたら、オッケーやったのか、どうかとですね、うわー、押し付けられたと思うのか、それとも、よっしゃー、これでこ、これで室町殿様にお前逆らう気かと言えるかというふうに考えるかの問題ですよね。これはケ、まあ、ケーーススバイケースなんでしょううねと思うけどもだから 個別的にやっぱり分析せんといけないんだろうなと。門跡の方ですけど、天皇家である摂関家であれ、権力者の子供を安定的に確保できればいいんですけど、できない場合もあるんですかあ、門跡。あの、いや、結構多分、PTA の役員じゃないですが、<laughs> <laughs> あの、バラバラと埋まるときもありや 一生懸命なんか人間募って、なんか関係者、おれへんか言うて、一生懸命お願いしても、いや、おれへんわとか、無理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 とか、そういうこともありますからね。売り手市場になるか、買い手市場になるかというのは、これは、権力者側の子どもの数で決まることですか子どもの数が少なかったら、もうほんまに人材おれへんから。 いや例えばここでも見ても門跡にやっぱり笠野井とそれから徳大寺っついうのはやっぱりちょっと見劣りするわけですよ <laughs> 悪いけど、うん、ご時走の中でもこれはもうこの奥ラスの家の子供しかいなかったとった、うん、できたら摂関家とか、うん、天皇家におったらそっちから迎えたいんだけどと、うん、将軍家とか天皇家にたくさん子供がおればね あ摂関家の方を回さんでから摂関家のところをこっちにこう回,す回せるから摂関家と天皇と室町将軍だけで独占できるんだけども将軍家もおれへん天皇家もおれへん自明院ともおれへん言うたら傘のいい特大事になってくるかなとで大覚寺党の方もさすがにこま切れそんなたくさんおれへんわみたいな。どこの子は、売り手市場やとすれば、じゃあ 将軍よしもちの子供一人やっていうのは、やっぱりおかしいんですね、あの人は。やっぱりおかしいです。問題ありです。まあ、菅田房親王の場合はしゃあないかな、42、あの、結婚、初めての子供の多分45ぐらいなんですよ。で、そこから女の子6人と男の子2人やから、まあ、初めての男の子は多分50超えたはずですよ。それはしょうがないですね、子供がたくさんいたって。 男になるか女になるか、それはまあ、うん、運ですから。こうたくさんお、つざふざしの子供を産ませてますからね、合計で9人ぐらいいってんちゃうかな。その場合はいませんよね。いませんね即室作ったのにおりませんね。いや何人か、実は意外とおるらしくてあの、男の子2人、女の子4人ぐらいおるらしいですよね。吉<あ>しおしには、うんと。男の子を廃人しちゃった。うん、まあ、たくさん産んでも廃人する。足って 男の11人おるんですね、あれ。ところが、応仁の乱始まったときに生きてたのは3人と。足加家の子供が短命だと。うん。であの、人々は言うわけですね。そりゃあ、んだけ恨み勝てたら子供たちにもたたりくるよねって。<laughs> だから吉典は、吉しは多分めっちゃ頑張ったと思うんですよ、あれ。あの、多分自分がもう結婚できるようになったの35歳ですよね。35歳なんですよそうですね。うん、僕らに言いましたからね。 で、そこから11年であ、11年ちょっとしか彼生きてないんですけども、十数年しか、あの、その間に11男、6畳か7畳やったかな、産んでだね。吉本、うん、はちょっと頑張らんとだめです。あんだけ長で将軍によってあの、職質も養えてんから、あの、定房って職,職質ない,いないんですよ、あれ。全部正室のからの、あれなんですよ。本人のこの。職質はいらないという方針なんですか 何ともわからないです、少し辛らしい人は結局見当たらない、スタッフさんの子供で2人ほど、じ1人か、1人だけなんかあの、生母不明というのがあって、ただ、生母不明といってうも別に書いてないから、書いてないだけだから、まあ、性質でいいんじゃないというのが通説なんですけども、松薗仁さんは、あのもしかしたら、その性質、えー、不正門員の腹ではないのかもしれないということを言ってありますけども、まあ、基本的には不正門以外の姿は見えないです。 そのよしのりは、天台始まってる間の秀才やって、これ、よくよく聞きますけど、私はでも、根拠な話じゃないと。うん、根拠ゼロでした、調べてみたら。よく聞きますけどね。よく広がってますね。うん、で、今のところ、1990年代初っ端の、例えばこれ、岩谷明さんが例えば言ってたとしたら、多分何かあるんだろうなと私も思うんですよね。今谷さん言ってないですよ で、岩谷さんも言ってないし、森重明さんも言ってない。本郷和さんはちょ,ちょっとらしいことは言ってるけども、はっきりとは言わない。結局、ネットでは広がってるんです、ものすごく。少々で調べてみても、ちょろっと匂わすぐらいのことはあっても、で、私は読んでないんですけども、あの、倉山光さんなんかはベラベラ喋ってんちゃうかな。あの人は、あの、吉村琉球を薩摩に与えたという与田話を、 あのそのまんま事実として書いてあるから倉さんははあれはまずいよね、うん、琉球不要説を学一応近代史とはいえ歴史学者があんなよた話信じるのってあの天道説を信じる天文学者かあのジンギスカン義経だ信じる歴史学者ぐらいにまずいですよ。